川で水遊びをするウサギやシカに、追いかけっこをして戯れるウサギとサル。動物たちがまるで人間のように生き生きと描かれている鳥獣人物戯画。本物は国宝ですが、これは長さ18メートルにもわたって描かれた模写です。この模写を描き上げたのは高岡市の出口龍河さん、24歳です。地元の昇光寺の愛称にちなんで仁左山古子というアーティスト名で芸術活動をしています。もう時空を超えてこう弟子にさせてもらってるって言ったらおこがましいんですけど、習わせていただいてる、学ばせていただいてるわけですね。今出口さんが挑戦しているのは江戸の浮世絵師葛飾北斎による絵手本、北斎漫画の模写で、全部で15編、1000ページ近くある大作です。ワンカットワンカット、線の本数から書き順まで鉛筆だけで再現しようとしています。無心になってこうひたすらこう写して真似して写して真似してを続けていくうちに、やっぱ心がシーンと静まり返った湖面のようにこうなだらかにこう滑らかになってくるんですよね。苛立ちとかも悲しみとかも本当にこうスッと引いていってくれるんです。出口さんは小学校2年生の時に発達障害の一つアスペルガー症候群と診断されました。ボタンを留めるのも靴紐を結ぶのも何度教えられてもできなくて、何をするにも人一倍時間がかかる子供でした。それでは開けてまいります。開けてまいります。はい、よいしょ。これが小学校6年の時に自分の通ってた学校に支援学級ができまして、そこで絵を教えてくれた先生と一緒にこういろいろあでもないこうでもないって工夫しながら一生懸命描いてた作品になりますですね。絵は苦手だと思い込んでいた出口さんに、担任の先生が苦手なことにも向き合ってチャレンジしてみようと背中を押してくれたことが大きな転機となりました。実際やってみるともう手放しに何でも褒めてくださるもんですから、もうついついもう描くのがノリノリで楽しくなっちゃいまして。先生のおかげで絵が好きになった、はい、本当に小6の時に出会わなかったら今でも絵は描いてなかったかもですね。受付みたいな。いらっしゃいませ。先月7日、昇光寺で開かれたのは、障害のある人もない人も一緒にアートを楽しむワークショップです。出口さんも北斎漫画の模写の公開制作を行いました。全部で1000ページになるんですよ。最速で5年はかかる計算です。すごい集中力がいりますね。いやーでもね、なかなかいつも集中ができないですからね。書けない時にはもう1ページに2ヶ月とかかかりますよ。まあでもね、自分はね対人恐怖症を持ってるからね、そのどこで誰が見ているかわからないっていうのは本来ね不安で不安で仕方ないパターンだけど、でもねやっぱりこうやって絵描きとして頑張ってるうちにそれがなんていうか自然と喜びに変わってくるっていうかね。さまざまな鬼や妖怪たちがひしめき歩く百鬼夜行図。出口さんが模写にのめり込むきっかけとなった作品です。4年前大学生だった出口さんは対人恐怖症を発症。家に引きこもる中、何かしなくてはと好きな妖怪の模写を始めたのです。キワキワのところで自我を保ってるような、もう本当人がおとろしくて、もう家族以外の人に会うのにもう冷や汗が止まらなくて、
だから本当絵は僕の心の支えですね。出口さんの作品発表を後押ししたのは、障害のある人たちの芸術活動を支援している米田正則さんです。出口さんが米田さんの元を訪れた時、模写はまだ表層されておらず、描いた当時の生々しさがそのまま残っていたそうです。絵巻物の描いた紙も破れてたりとか、ちぎれたところをセロテープで直したりとか、丁寧に描こうとか綺麗に描こうとかっていうよりも、描かなきゃならないという思いの方が先立ってるような作品だったんですよね。僕が描くとどうしてもどうか心なしほっこり緩んだような、なんかゆるふわな感じになってしまうんですね。現在取り組んでいる北斎漫画で比べてみても、どこか出口さんらしい味が。原本とは違ういびつさだったりとか、激しさだったりとか、優しさだったりとかっていうのが絵の中に出てきていて、世界に一つしかない模写っていうものをこう作り上げてるっていうところが、彼のその表現の、あの魅力というか。シャントロンルタンデスリスセヒラビアミューソレイユクみたいな感じでつぶやきながら歌ってたりしてますね。大体の人に同一人物として認識してもらえないです。土日はいつも祖父母の家で過ごしていた出口さん、おばあちゃんが大切に取っていたものがあります。捨てきれなくて、ね、タイムカプセルみたいなね、懐かしいね。そうだよ。玉手箱の中から出てきたのは時刻表の模写でした。そしたら最後はどうなっとった。最後札幌が、ここに309センチメートルって書いてある。長らくのご乗車お疲れ様でした、ようこそ札幌へって書いてある。本当や。やっぱし皆さんに関わって、皆さんに認めてもらって、皆さんに助けて言う言葉、お願いしますいう言葉を出して、そして皆さんがこう助けてくださって、それができるようになったということが一番嬉しかったです。まさか皆さんの前でこう展示するまでになるって思ってないもんですかね。生きてきた中で重大ニュースの中の一番ですわ。出口さんは現在、高岡市内の就労継続支援 B 型事業所のガッツプラスでイラストレーター研修生として働いています。自身の体調と向き合いながら一歩ずつステップアップし、イラストレーターになるのが目標です。生きている限りも何らかの表現したいって欲が出てきますね。もう生きることと表現したいことは僕にとってはもう同列です。いつも絵を描くことで生きづらさと向き合い乗り越えてきた出口さん、これからもアートとともに前を向いて歩いていきます。